皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。現在公開中の映画、ドクターコトー診療所。主演の吉岡秀隆さん、柴崎コウさんら、おなじみのキャストスタッフが再結集する中、メガホンを握ったのはもちろん、ドラマでも演出を手掛けた中江勇監督です。出演者が口を揃えて、スケジュールが合ってないようなもの。とこぼすように、納得のいくまで、とにかく時間をかけて撮り続けるという、過酷な現場で知られる監督さんです。そして、今回の映画が、ドクターコトーの集大成、完結編と断言する中江監督。吉岡さんとの出会い、ドラマ化の経緯、撮影時の苦労、映画への思いなどをインタビューに語ってくれていましたのでご紹介します。それでは、どうぞ。監督と吉岡秀隆さんの出会いは、ドラマ、北の国からでと聞いていますが。そうです。とは言っても、入社1年目に助監督として関わった北の国から89期京の時の一本だけです。その頃から吉岡さんとは仲が良かったんですか？仲が良かったかどうかはわからないですが、札幌ロケで一度一緒にご飯を食べに行きました。と言っても、吉岡さんは美術の衣装部とか小道具の人たちに可愛がられていて、当時下っ端だった僕が店を決める係で一緒について行っていたという感じです。ドクターコトーを始めるときに吉岡さんと組もうとなったのはどういった経緯ですか？2002年に北の国からが終わって、フジテレビとしては、次に何をやろうかと、新しい作品を探していました。それと、吉岡さんの主演で何かやりたいというのがあったんです。ドクターコトー診療所はどうかというのが、先に動いていたんじゃないかな。そこから、これを吉岡さんでやってはどうかという話になったと思います。当時の吉岡さんは、どんな感じでしたか？彼から、北の国からに出演していた頃の自分は本当にガキで、現場のスタッフも顔と名前は分かっても何をしている人か分からなかったし、正直気にもしていなかった。とにかく必死だったし反抗期もあったし。だから、中江さんの顔も覚えてはいるけど、当時何をしている人かは分からなかった。と、後に二人で会った時に言われました。監督は、あの時は下っ端の助監督だったけど、今は監督だぜ、という感じだったんですか？笑い。さすがに監督だぜ、はなかったですね、笑い。北の国からの経験者はたくさんいるのに、なんで自分なんだとは思いました。第一、吉岡秀隆という役者は、自分より年は下ですけど、異常に経験値の高い役者でしたから。山田洋次、黒澤明といった名だたる監督と組んでいて、高倉健さん、渥美清さんとも共演経験があるという、そんな方々と会ったこともないという人の方が多い中で、ですよ。大体、尊敬する役者が渥美清さんって、この時代にあの年で、そんな役者いませんよ。僕からすると、もう別世界というか、こちらの方が緊張していました。ドラマのドクターコトーの撮影は大変だったんですか？緊張していたし、気張ってました。続々とキャストが決まってく中で、下手なものは作れないと思ってましたから。今でこそ、あんな豪華な人たちが集まったと言われますけど、小林薫さんは、久しぶりのフジテレビのドラマで、泉谷茂さんも、ドラマに出るのが久しぶりだったと思います。時任三郎さんは、ニュージーランドで暮らしていたところから日本に帰ってきたばかりで、柴崎コウさんは、連ドラに出て、2、3本目くらいだったかと思います。筧利夫さんなどは、舞台の第3舞台の看板役者ですよね。そういう意味で当時は、今ほど豪華キャストのイメージではなかったんですが、ほとんど初めての方だったので、気合い入れていかなきゃという変なプレッシャーがすごく強かったんです。ドラマも素晴らしかったんですが、何よりあの島自体が、すごく良かったと思ってるんですが。あの島を見つけるのは結構大変でした。
いろいろ探したんですけど、なかなか決まらなくて、諦めて伊豆あたりで島っぽくどれか、という話まで出ていたんです。そんな時に制作部が、ここにこんな島があります、と、持ってきたのが与那国島でした。地図で示されたんだけど、ここ、日本なの、って言っちゃうくらい遠かった。でも見に行ったら、港の景色も海の感じも素晴らしくて、これなら行けるかも、となったんです。それだけ遠いと、撮影が大変だったんじゃないですか？ドラマの時は、最初60日くらい島にいて、東京に戻って1ヶ月くらい撮影して、また島に行って1ヶ月。とにかく、最初の島の撮影が本当に長くて大変でした。もう本当に泣いて帰ったスタッフが何人か出たくらいで。僕自身も辞めたいと何度も会社に連絡しました。島から帰っていいですかと電話して、とにかく今回の1話だけでも撮って帰ってこいと言われる、そんな状況でした。特にどんなところが大変だったんですか？僕が原因です。笑い。せっかくこの島に来て、変なものを取っては帰れないというプレッシャーが強かったんですね。端っこに雲が入ったから取り直しとか、影雲が顔にかかった、欲しいところに雲がない、風が強いとか、そういうことでいちいち撮影を止めて、なかなか OK 出さずに、ずっと撮ってたんです。だからなかなか終わらない。1話撮るだけで一月以上かけてました。しまいには小林薫さんに呼び出されて、いつまでやってるんだ、雲と役者とどっちが大事なんだ、と言われました。黒沢明じゃないんだからと。僕としては、黒沢明だったら、むしろまだ撮らないだろぐらいに思ってましたけど、笑い。それでも、とにかく1話が出来上がるまで待ってくれ。これでやらせてくれと話をして、結果的に1話がみんなに良かったと思ってもらえたのか、なんとか受け入れてもらえて、そこから僕も随分気が楽になりました。その島を舞台に、最初のドラマから約20年、2期が放送されてから16年ぶりでの映画化ということですが、今回は何もストレスがなかったですね、笑い。僕はロケ班含めて一月くらい島にいたんですが、撮影自体は3週間ほどであっという間でした。撮影が始まってこれからという時に終わっちゃったような感じで寂しかった、笑い。島ではあまり重いシーンがなかったので、みんなもリラックスしていたと思います。前回の撮影から随分時間が経っていましたが、島の人たちはどんな感じでしたか？島では、レンドラ時代にレギュラーでエキストラに来ていた人たちが、今回もたくさん参加してくれてました。前回は赤ちゃんを連れてきていた人が、今日はあの子はセンター試験に行ってる、なんて言ってました。時の流れを感じました。島の人たちは、結構覚えていてくれて、お帰りと言ってくれたのが、本当に嬉しかったですね。ドラマでも映画でも、監督が特にこだわっている点は、役者に対してはありますね。もちろん皆さんいろんな役を演じるわけですけど、この作品のこの役はこの人しかできなかったと、そういうものを見せてほしいと思っています。ですから、それを引き出すために、いろいろ話をしたり、リラックスできるような環境を整える。そういうところはこちらの仕事だと思っています。特に今回は映画なので、お金を払って見に行ってよかったと思ってもらえなければいけないと、そこはすごく思いました。吉岡さんともいろいろ語り合ったんですか？話しましたけど、実はあの人はあまり主張しないんですよ。ただ、ここはこういう感じになるといいな、そうしたいというのは話してくれました。正直なところ、彼はテレビドラマから続くような映画はやらないんじゃないかと思っていたんです。だから、引き受けてくれた時にちょっと驚いたんですが、監督がやるんでしょ。役者は、監督がやれって言ったら、それ断れないですよ、と言ってくれて、それはすごく嬉しかったですね。それだけ吉岡さんも、ドクター・コトーへの思いが強かったということでしょうか。僕らお互いにそうだと思います。
彼は僕の強い思いについてきただけだと言ってますが、彼の方が強いと僕は思ってます。笑い。コロナ禍を経ての撮影だったと思いますが、今だからこそ見てほしい映画ですね。そう思ってもらえると嬉しいですね。この映画の見どころとかテーマとか聞かれるたびに、それでも人は生きていくんだということと言ってるんですが、それ以上言えようがないなと思っていて、こんな世の中で生きていくのは大変だけれど、でもそれが僕たちの使命だよね。それしか言えないです。もちろんどう感じるかは見てくれる方にお任せなんですが、ちょっとでも見てよかったなと思ってもらえたら嬉しいですね。監督にとって映画とは何ですか？映画ということに関して言うと、僕はテレビが長かったので一つの憧れの世界ではあります。そもそも作ったものをお客さんがそれを見るために足を運んでくれて共感してくれてというのはすごいことだと思うんです。そんなことが自分にできるとは思っていなかったので、なおさらそう思います。もちろん作るのは大変ですが、劇場でお客さんたちがその場で時間を共有して物語を楽しむことができるってすごく貴重で不思議な空間、遊園地みたいなものです。だからこそぜひ劇場に行ってみてほしい。今はいろんなメディアがあって、それこそスマホでも見られますが、やっぱり劇場に足を運んでほしいですし、見終わった後にいろんなことを感じてほしいと思っています。今回は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。